じゃあまず上腹ですが、隷書からいきます。で筆は剣豪の筆を使っております。ちょっと墨を多めにつけますね。紙は和賀線です。少しにじみが強いですが、にじみをうまく使いますね。半紙と違って作品的に潤滑をつけながら独特なマチエールを作ってきますね。この隷書の作品で大事なことは、字の幅というか大きさを揃えることも大事なんですが、時間ですね、字と字の間隔、これが均一になってないと見栄えがしません。初心の方でも隷書を勉強することによって線が安定しますから、安定した線を引けるようになりますので、ぜひ挑戦してみてください。で上腹を書くときは、筆はなるべく上の方を持つと目線が高い位置になりますので、全体が分かるように見えるようになりますね。筆を元の方を下の方を持って書くと、どうしても今書いてるところしか集中しませんので、全体感が見れなくなりますね。なるべく目線は高い位置で書くように心がけてください。
少し勢いをね、筆を引っ張るように、引くようにして使いますね。はい、こういうことです。行草ですね。これは羊毛の筆を使っています。単体ですので、これはやっぱり歯切れがよく、太細をしっかりつけていきますね。にじみとかすれをきれいにね、バランスよくつけるようにした。